はい、ということで今回はあのチラズアートさんっていうね、夜勤事件とかね、有名なですねホラーゲーム制作者がですねいるんですけども、そちらの方がね新作のホラーゲームですね出したので、こちらですねやっていきたいと思います。トイレの花子さん、なんかねよく学校の七不思議にあるやつよね。ちょっと待って、呪いにかかったかな、読み込み値読み込んで止まっちゃったんだけど、これ怖い怖い怖い、うわそうでしょ、はぁいきなり心霊現象発生しました。え、ちょっと待って、おい今日これやるために俺わざわざコンビニ行ってスチームのカード買ってきたんだぞ。おい、はぁ、え怖い怖い怖い、ねえ始まったわ、あの噂覚えてる、うん、なんで、聞いた話によると噂の場所はこの学校らしいよ。え？噂の女の子は女子トイレで自殺したんだって。3階の3番目のトイレで。なるほど。女の子は巨大なナイフを持ったまま血を流して死んでいたみたい。巨大なナイフ？どういうこと？巨大なナイフ？俺と同じ。もうそうなるよな。うん。巨大なナイフって何っていう。私が前に話した女の子の赤いスカートのことを覚えてるでしょ？ん？赤いスカート？あれ？なんかまた、なんか、そういうゲームやんなかったっけ俺。赤いマントか。違うか。それは違うか。実は赤色のスカートじゃなくて他のみんなと同じ制服を着てたんだって。でも赤いスカートなのは、自分の流した血で服が染まっちゃって。うわー、怖いわ、それ。よく七不思議であるやつやん、これ。うわ！はいはいはい、来た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 。左クリックアクションボタンです。おー、あ！何？マルコちゃんと友達みたいなやつがおる。ちょ、怖い怖い。エリちゃんとエリちゃん。ユメちゃん、エリユミちゃん。いやいや、やばいって、なんでそんな鼻の穴見せてくんのこの人。なんかすごい鼻の穴見せてくるじゃん。ちょっとユメちゃんに話しかけてみろ。うん。私、あなたの家に泊まるって言って来たんだけど、よかったよね。え、何これ、そういう熱い展開ですか。今日家に誰もいないって言ってたもんね。何それ、そんな年で何てこと言ってるんだ。お父さん悲しむぞ本当に。なんか嘘つくの心苦しかったけど、いじめられてる子のため、ひいてはクラスのためだもんね。仕方ないよね。いじめをなくすためにはあの子をどうにかするしかないもの。え、どういうこと。ちょっと怖いけどみんなのためだから。え、いじめをなくすために花子さん除霊するみたいな感じ、どういうこと。お、懐中で、あ、なに、なに、お前近づいてくんだ、あ、どういうこと。え、足すんげえ近い、おー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 、怖い怖い怖い、お前ら花子さん、双子の花子さんみたいな、なに、動き方奇妙だな、なんだ、おーおーちょ、え、すごい声出すな、おい、やだな、なんかそわそわしてきたわ。確認なんだけど、花子さんの噂って、呪いたい人の顔を思い浮かべながら花子さんを呼べば呪うことができるんだったよね。つまり花子さんを呼ぶときに、あのいじめっ子を思い浮かべばいいってことで合ってる。あ、そういうことか。いじめっ子を思い浮かべて花子さんに呪ってもらうってこと。そういうこと？おい、悪どい奴らやな、本当に。いじめをする方が悪いもんね。あと、なんださっきの声は。行くぞ。行くぞ。すごい、何これ。何これ。すごい、何このコードは。海底のなんかすごいインターネットのケーブルみたいな。えぐいよ、えぐいよ、これ。すごいすごいすごい。怖い怖い怖い。なんかいきなり出てきそう。この方向じゃない。あ、親切。うわ、俺にはめっちゃありがたい。この方向じゃない。どっち行きゃいいの？こっちかな？こっちか。こっちだ。やばい。え？うわー。やばい。夜、何？え？夜の学校やばいわ。俺夜の学校来たことないなぁ。すごい。お前ら怖いよ、つって、出来方。お前らなんでそんな歩幅合ってんだよ。足並み揃いすぎだろ。これ2階行くパターンか。花子さん2階かな。白飛びしすぎだろ、これ。ちょ、待って。白飛びしすぎて何なのかわかんねえよ。よくわかんねえ。何、もう白飛びしすぎて全然何、文字も見えんかったわ。すごい胸張ってるな。堂々としてていいね。頼もしいよ、俺は。守ってくれよ、俺を。頼むから。二人で。え、待って、これさ、充電なくなるパターンじゃないよね。え、待って、めっちゃ充電なくなってる。え、どうした？待って、なんか右クリックするとすんげえ充電なくなる。あ、もしかしてこれ多分攻撃するんだ、これで。なに？え？なにこれ？ノートの使い方、日付を書く、大事なところはアコで囲む。こんなご丁寧な学校あるか？絵や地図を使う。あ、これ小学校？小学校にしてはちょっと大人見てないか？いやでも小学校でもさ、そんなさ、ノートの書き方さ、指導する？そんな風に廊下で。あ、開いた。
女子トイレだ。女子トイレ、いただきまーす。イタジン、ごちそうさまです。え？これ？花子さん？花子？これでエリに話しかけるよ。いじめをする方が悪いんだもんね。お前ずっとそれ言ってるやん。よし、開けるぞ。行くぞ。絶対来る。やだ。あ、来ない。う、なんで？お前らちょっと離れてんじゃねえよ。ちょっと距離取ってんじゃねえよ、おい。お前ら絶対なんか出たら逃げるパターンだろ、こいつら。うわ、そういうやつ。俺逃げる側だけど、いつも。え、何をするんだっけ？あ、待つ。待って待って待って。何すんの？え、何すんの？回る。だからあれでしょ？ 3 回回るんだっけ？ん？何回回るの？なんか恨んで、なんか、あどうした？誰？え、いたよ？ちょっと待って。俺回りすぎたかな？どう ?3 回叩く。やばいやばいやばい。そんな顔で見るな、お前ら。俺が不安になるだろう。花子さん遊ぼうよ。え、そんな感じだったっけ？花子さん。遊びましょうじゃない？花子さん、遊ぼう。あ、そうだよね。そういう感じだよね。なんか学校の階段であるやつ。え？やだ、やだ、お前、ちょっと待って。やば、来るでしょ。絶対来る。やだ、どうしよう、どうする？え？来ないよ。噂ってこんなもんだよね。ああ、そうだよな。ああ、何も分かんなくてよかったかも。お前ビビってるやん。本当に呪えたら怖いもんね。いや、迷信を信じすぎ。俺動けないよ。どうすんのこれ。どうすんの次。動けないよ。おい、ここでキャンプでもすんのか。おい、何？やだ。え、何？やだ。え、何？どうしたのみんな。そんな。キャーキャーキャー、逃げないで。あ、カッパン、カッパン。花子さん、やばい。やだ。花子ちゃん、花子ちゃん、こっち来ないで。あれ、頭からワカメかぶっちゃったの。これ頭からワカメかぶっちゃった。これ小判、猫に小判、猫に小判、豚に真珠とは俺のことだっつってな。おい、え、誰？影だ。え、トイレットペーパーを大切に使おう。そんなところじゃねえ。あいつらどこ、キャー、どうしたの？え、敵に足音が来るかもしんない。ちょっと待って待って待って、しゃがんでいかなきゃあかんやん。どこ行った？どこに逃げた？あいつら！なんで俺置いて、もう絶対そうすると思った！あいつらマジでさ、もう、俺フラグ立てちゃったじゃん、逆に。え？俺完全にフラグ立てちゃったやん。あかん。あかん。誰かいる？あかん。誰？こんにちは。え、ゆめ！ダメかも。もうダメかもじゃねえよ。お前なんでそこ閉めてんだ、お前。無事だったんだね。何がどうなってるの？目が覚めたら。私は2階にいたの。お前、お前名探偵コナンか。おい、コナン君みたいに言うな。お前、下から音がしたから降りてみたらシャッターが降りてたの。これ拾ったんだけど、プールから変な音が聞こえたから気をつけてね。やだ。あ、何拾ったの？プールの扉の鍵。え、お前が、声が怖いわ。そんな泣くない、俺が助けてるから。待って、このさ、ロープというかこのケーブル、これプールに通じてんじゃない？これ倉庫 B からこのケーブルが続いてんだけど、ちょっとこのさ、ケーブル辿ってみるか。あ、大丈夫これ。え、みんなヒーロー。怖い怖い怖い。え、え、すごい結構、え、何これ、怖いわ、呪われてる。え、やばいやばい、こんなん怖いわ。なんか、え、何このメガネ。一人だけなんかめっちゃカッコつけてる。めっちゃ格好つけてる。なんで一人だけそんな決め顔してんだよ。え？何これ？世の中金。金が全てよ。人は金がなければ生きていけない。よく金が全てでないって言うけど、金より大事なものがある？金が大事じゃないなら、その金を全てちょうだい。人々は金を取ることは悪いと言うけれど、取られる人が悪いのよ。取って欲しくないお金を持つからよ。騙された？自分の金？騙されるあんたが悪いんじゃない。何これ？これさ、何これ？ん？百目？鬼？ははは、絶対ちげえ。漢字読めねえ。俺、ここの学校通うわ。百目って呼んでる。もう終わりだわ。さっきの日誌さ、もしさ、先生書いてたらさ、あれじゃない？この学校やばいよ。え、なにこれ？え、なにこの視点は？この視点は何なの？やばい。鑑定やんないで。銅像の目線に、これがあると。意味がわからん。で、あ、誰だっけ？これ音楽室にあったやつやん。え？なにここ？あ？なにこれ？え、これは図工？図工の部屋？技術室みたいな？懐かしいわ。よー、二だ。百鬼二。まさか恨まれて刺されるなんて。ただお金を取っただけなのに。憎い。
悔しい。私はもっともっとお金をたくさん手に入れて裕福な暮らしをするはずだったのに、久しぶりに私と遊ばない？可愛らしい声がした。目を引くような華麗さ。もしかして花子ちゃん？うん、ようやく見えるようになったんだね。ここに私と遊ぶためによく人が来るの。一緒に遊ぶ？人が来る。人ね、金の匂いがするわ。それは楽しそうね。いや、怖い怖い、何これ、全く理解できないこのストーリー。欲深いなんか職員のおばさんと花子ちゃんの物語。あ、待って、これ何このバッグさ、バッグ金目のもん入ってるみたいな。どうなんだろう。え、さっきは全然幽霊来ないね。え、開かないわ、ここは。保険の鍵必要なのか。うわー、懐かしい、この下駄箱。へー、え、何これ、え、タスキみたいな、届かない。届かないか。なんかあれかな。土台みたいなの持ってこないといけないパターンだ。一年生の教室の鍵が必要みたい。え？今の学校ってさ、全部、教室の鍵かけんの？こんなに。俺の通ってた学校、絶対教室鍵かけとらんわ。あ、プールない、これ。プールだ！ちょっと待って、プールで、あ、わかった！さっきの黄色いやつ多分ホースでなんとかするんだよ。知らんけど。なにこのさ、チューブみたいなの。うんち？うんちかな？倉庫 C の鍵がですよ。なん、鍵必要ばっかやん。どこでそんな電気室。もう鍵ばっかや！こっちかな？やだ！やばい。こっちだわ。うわ。やばい。地下の鍵。え、絶対、ああ、なにこれ、え、シールかな、扉の、ああ、なんで開く、ちょっと待って。一回、なにこれ、なにこれ、小判だ、小判。どういうこと、なにこれ、どういうこと、え、やだ、呪いの部屋、やばい、やばい。え、領域展開してるって、これ。これ完全に領域展開してる。今の流行りに乗ってるって、これ。え、何か心地よい感覚を覚える。全然心地よくないだろ、こんなカビ臭いところ。それと同時に、金と囁く声が聞ける。金か。小判を使ってセーブすんの？とりあえず、ええー、待って、ここで小判使っていいのかな？セーブ何回もできないのか。じゃあ一回だけセーブしとくわ。万が一のことあるからね。いやいや、マジで五条悟。五条悟呼べってこれ！ちょっと待って、こっちかな？ちょっと待って、いろいろ行ってみよう。2年2組。俺なんか見落としてるかもしんない。全然光、眩しすぎて見えんのだって。プール行ってみるか。プールどうやって行くんだろう。いや、絶対プールなんだよな。でもさ、この鍵がかかってんのさ、あ、待って。この鍵を装備したら、あ、いた！アホすぎた、俺。なにこれ、黒い人。黒い人犯人。なに、なに、なに、どういうこと、どういうこと、花子さん、目玉、目が、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ん、どういうことよ、あ、誰かいる、誰かいる、あ、助けて、先生ですか、あれ、見回りの先生かな、見回りの先生ですか、こんにちは、え、誰かしら、え、お客さんかしら、注意して、さまよう者たちの気配を感じる、懐中電灯を持ってるのね、それはよかったね、彼らは光に弱いの、でも、効き目はそれぞれ違う。だから光を集中して当てる必要があるの。あなたがさっき見たビジョンは？そっか。花子さんがお出迎え。え、なにこいつ？なんか、すごいキャラ出てきた。え？え？え？怖い怖い！なんか、右目が光ってる。すごい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 。すごい強そうなキャラ出てきたんだけど。待って。さっきここにいた。さっきここにいた。あの、花子、え？懐中電灯、うん、懐中電、と出した状態で右クリックで、光を射中して、嫌がると。わかりました、ありがとうございます。うん、いや、フラグだったかー。なにこいつ、え、なになになに、やだ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 、なになに、妖怪大戦争や、妖怪大戦争や、あー、閉じる閉じる閉じる、あどうした、どういうこと、どういうこと、これ。やばいやばい。ああ、無理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 。ちょっと待って待って待って。無理だってこれ。無理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 。え、無理だってこれ。え、無理だって。どう考えても無理だって。ああ、無理無理無理。いた。
ことよ。なんかガチの、なんか、呪霊みたいに出てきたよ。本当に呪術廻戦みたいな展開やん。開ける。よかった。セーブしといてマジでよかったわ。どうすりゃいい？ちょっと待って、考えろ。もしかして、わかった。わかったわ。あいつが出てきた瞬間、ここぐるっと回して、ちょっととりあえず光だ。あっち。え、もう、無理無理無理。無理無理。こうやって、こう、のけぞりながら、のけぞりながら、あ？どっか行った？え？どっか行ったわ。どっか行った？え？え？そんなことある？あんなに目あるのに全然見えてないやんけ。どういうこと？お前の目は節穴か？節穴すぎるだろ。早くあっち行け、お前。メガネ市場でも行ってる、お前。なあ、ちゃんとメガネ買ってこい。うわ、懐かしい、この、時間計るやつ。水泳の頃、使ってたわ。はしご置く？待って、はしごがあるの？ちょっと待って、はしごがどっかにあるはず。あ、なんかある。絆創膏？はーん。え？なに？なんかある。あ、わかった！水を吸い取るんだ！プールの奥底に沈んでる水を。で、これが？電池！電池だ！あ、あ、あ、これは何の鍵？一年生の鍵！一年生になったら、一年生になったら、あのお化け消えないから。あのお化け系だよね、本当に一年生になったら。でも俺の予想ね、あいつ、あの、絶対殺せないマンだと思う。待って、一年生の教室ってどこだっけ？俺記憶力やばいから、ここ、あ、ちゃんと書いてあるわ。一年？よっしゃ！一年生！一年生になった！何？あ？スケッチブック？なんて、なんて読むんだっけこれ。彫像の頭をようやく作り終えた。だが、あいつがまた嫌がらせをしやがった。どこかで見つけてきた鍵を、半固まりの粘土に突っ込んだらしい。図工室に行ける頃にはもう固まってるだろう。え？っていうことは、図工室！あ、さっき、俺行ったよね、図工室。図工室、女子便所！女子便所入りたいけど、今は我慢。今は我慢しましょう、皆さん。図工室どこだっけ？なんかやばい。聞こえる？なんかさ、聞こえない？どっちか？ねえ、足音の場所判断しにくい。ちょっと待って、あっち回っていくわ。この前さ、ツタヤ行ってさ、考え事しながら歩いてたらさ、女子トイレ入っちゃってさ、本当にやばい空気が流れたよね。それも女の人が出ていくとこで、俺が、なんかちょうど入っちゃったから、もうやばかったですね、本当に。ちょっとあの時はヒヤッとしましたけども、本当に、図工室ここだわ。ありがとうございます。これかな？違うんだよな。待って、やばい、足音立ちった。え、どれ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 顔のやつ、あ、顔のやつか、あ、これだ、これに、え、待って、倒したらやばくない？絶対聞こえるよね。やばい、あ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 、え、え、聞こえてねえのかよ。聞こえてねえの？お前の耳節穴かよ、本当に。音楽室、音楽室。音楽室どこだっけ？あ、百目鬼って、あの怪物のことか。そうか、そうか。え、ってことはさ、日誌書いてた人がもしかして化け物になったってこと？いや、でも今回結構スラスラ進めてんな。このさ、しゃがみが結構早いからいいね。しゃがんだ時の速度が全然歩く速度とそんなに変わんないのがいいですね。お、音楽室来ましたよ。よし。何？次は。おー、すごいすごいすごい。お、ポケモンみたいなのがあります。え、何これ？この楽器の名前は何？この楽器の名前は何？みたいな。え？国歌君が代の作曲者は誰？あらわ。竹本康ですか？誰ですか？怖いです。あ、なんかある。あ、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 え？あいつ、え、あいつ大丈夫？あいつ、このゲームの悪役として成り立ってる。え、余裕すぎるんだけど、ちょっとセーブして。めっちゃセーブして、これ。めっちゃさ、もしかして奇跡的に進んでるかもしんない。大丈夫かな？足音聞こえづらすぎ。やばい！怖いよ！行くよ！多分倉庫しい、ここ。よし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 ！あ！これだ！これで、水の、え？どういうこと？水の、あ、ここか。これだ。これをガッチャンコ。これで水を吸い上げるんだよ！来た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 ！楽しい謎解き。小学生でもできそうな謎解きです。ありがたいです。私、俺にめちゃくちゃってる。ありがたいなぁ。これぐらいないのがマジでありがたい。
え、これで？みるみると水がなくなっていくはずなんですけど。え、嘘でしょ？もしかして？これさ、倉庫 ABC やってさ、全部起動させなきゃいけないんだ、これ多分。うわー、えぐい。ちょっとここでさ、一回セーブしたいけど、このセーブのタイミングいいのかな？いるかな、これ。え、こういう、大丈夫？大丈夫かな？こんにちは。かくれんぼだよね、これ。夜のかくれんぼ企画。YouTuber みたいな。フィッシャーズです。保健室、え？一年生の教室の鍵あるよ。まだ使う、あ、まだ使うってことか。何や、これは急に何見せられた、これは。誰だよ。恐怖だよ、あの、なんだ、どういうセンス？踏み台だー！来た。で、あ、それで、下駄箱の、大丈夫かな？下駄箱の、これを、ちょっと待って、これで登って、取るんだ。倉庫 A の鍵。よっしゃ、ゲットしたみんな。倉庫室 A ってどこ？どこやねん？どこだろう？あ、よっしゃ！開いた。よっしゃ！そろそろ、セーブが必要かも。セーブさせて。なんか壁貫通してる壁貫通、一回セーブしよう。よーしよ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 し、オッケー。いやもうこれで小判ないよ。俺はもうこれで逃げることはできなくなってしまった。ん？倉庫 B がここか。で、理科室の鍵もない。え、どうすればいいと思う、これ。1年2組。この学校は、1年生は2組までしかないのかな？いやー、うちの学校と似てるわ。うちも田舎だからな。え？嘘？え、結構甘い！結構、優しくね？あの幽霊優しくない？びっくらこいた。心臓がえぐれるかと思ったわ。優しい保健室の鍵がないんだよね。俺どっか見落としてる、もしかして。これさ、鍵じゃない？なんでそんな音が。激しいんだけど、いきなり音が。閉めてる！ご丁寧に扉閉めてるよ。え？あ、待って。ここない！あ、入れた！こっち！え？なんか、秘密の扉みたいなのあるやん。そういうことだったのね。秘密の扉があったってわけだ、ここに。よし！これで？なんかある。なんだ、この CD は！これでさ、水抜けたんじゃない？え、待って、ホースが4本ある。これやばいぞ。やっぱり倉庫、C?B だっけ？あー、そうだね。どっかから入るんだわ。空いてる教室のどっかから多分また。助けて！これでどっか行ったの？え？素直やな、これで！どっか行った！で、どうするの？どこ行けばいいの、これ！こっち来たよ。あっち行け！あのね、壁すき。やばい！どうする？え？素直やな、それは！素直にどっか行くやん。素直だ。いやー、ちょっと隠れたらもうすぐどっか行くやん。素直やなー、これ。ほんとに。立てないよ、これ。おいおい。え？ただの血まみれ？ただの血まみれかよ！絆創膏入れるとか。はい、絆創膏、痛いでしょ？わからん。しまって、これ。ただの血まみれなの、これ。なんかあると見せかけて血まみれでかよ、ただの。おお！前田陸くんへ。誰やねん、お前 !VTuber か、おい！紛らわしいや、おい！スポンサーの VTuber か、これ。ここ開かないんだよな。素直に。やばい。素直じゃない。今回素直じゃないよ。素直じゃない。全然素直じゃないんだけど、今回素直じゃない、全然。
したけども、こっかけけもうやだもう無理。ああ、ジュネジになっちゃった。ああ、もう無理。もう無理、次までに。次までになんとかしとくわ。よし、じゃあ今日はもうここで終わりにします。ちょっとね、また放送するんで。これは配信的には死んだかった。いや。さすがにそんなことはせんやろ、お前。さすがにそんなことは、さすがに、ちょっと待って。ちょっと待って、大急ぎで。教室になんかあったって言ってたよね、さっき。それ見に行こう。引き出し何にもなくない？どこの引き出しだろう、さっき誰か言ってたの。ちょ、最後にここ見て回ろう。ないよな、もう、ここら辺には。何も。後ろら辺？後ろら辺か。え？電気室の鍵なんでここで出んの？ちょっと待って、残り何分？やばい、残り8分だよ。進撃の巨人始まっちゃうって。ちょっと待って、いける、行くよ。なんでそこに、死んじゃう！やばい、本当に、素直じゃないな、素直かな、ずるい、突き抜けてくるのずるいって、本当にずーあ、素直レバーだー。